花荒木次元とガッチ新たなコラボレーションと彼の最新活動フィギュアスケート界のスーパースターハネガネキズゲンは常にその魅力でファンを魅了し続けています彼の最新の活動やニュースは常に注目を集めています最近のニュースでは花荒木次元がアンバサダーを務めるガッチとの新たなコラボレーションが話題となっていますグッチと 花が現の新たなチャレンジ2024年秋日本初となるグッチのバーグッチジャルディーノが大阪にオープンしますこのバーは2022年にイタリア・フィレンツェにオープンしたグッチジャルディーノ25に続くもので豪華な空間と独自のカクテルメニューが魅力です大阪店では一流のバーテンダーやフードクリエイターとコラボレーションし イタリアと日本の食文化を融合したオリジナルメニューを提供する予定ですハネメキツゲンがブランドアンバサダーを務めるだけにオープニングセレモニーに彼が招待される可能性もあり多くのファンが期待を寄せていますさらにハネメキツゲンをオマージュしたオリジナルカクテルが提供されるかもしれないというニュースもファンの間で大きな話題となっています 仙台市観光アンバサダーとしての活動ヒールキスゲンは仙台市の観光アンバサダーとしても活躍しています彼の活動は仙台市の魅力を国内外に発信する一環として来連載配信を通じて行われていますこの連載ではヒールキスゲンの地元愛や仙台の美しい風景地元の名産品などが紹介されています銀座での写真展 In Focus 輝る羽流レンズ by 時労コナミ。また、2024年5月22日から7月10日まで、東京中央区のグッチ銀座ギャラリーで、フォトグラファーのコョラージロー氏による写真展「In Focus 輝る羽流レンズ by 時労コナミ」が開催されています。この写真展では、花巻県のありのままの今をテーマに撮影された作品が展示されています。チョラジロ氏は、 ニューヨークを拠点に活躍するフォトグラファーで彼の作品は被写体との関係性が変わることで生まれる多様な表情が特徴です今回の写真展でも羽読みキツのこれまでに見たことのない一面が捉えられており多くのファンが訪れています羽生エクスのプロスケーターとしての活躍羽生前キツは2014年ソチ五輪2018年 平潮五輪で連覇を達成しプロスケーターとしての道を歩み始めました彼のプロスケーターとしての活動は常に全力で真剣に取り組む姿勢が評価されています彼のアイスショーは東京ドームやさいたまスーパーアリーナなどの大規模な会場でも観客を魅了し続けています花芽血源の演技は単に美しいだけでなく 彼のフィギュアスケートに対する深い愛情と情熱が感じられます彼のショーは観客に強い感動を与えその場のエネルギーを一体化させる力があります未来への期待羽見津玄は競技者時代と変わらずプロスケーターとしても全力で取り組んでいます彼の活動はフィギュアスケートだけでなくファッションやエンターテインメントの分野でも 大きな影響を与え続けています彼の今後の活動にもますます期待が高まりますハネムケツゲンのファンは彼の新たな挑戦や活動を見守り続けることでしょうそして彼が私たちにどのような新しい世界を見せてくれるのかその期待は膨らむばかりです